あ、入ってますか。まさかの前振りなしかい。サミオ、入ってるね。サンキュー。いやー、田中が沈んでいくシーンは涙なしに見えなかったねって。でもあれフェイクなんでしょ嘘なんでしょ。さあいらっしゃい。ただのオーバーリアクションってことが発覚しましたからね。いや豪華だね。サニーラッシャーです。これ何時までやるんだろう。多分長いよ。お風呂先に行って正解だね。ちなみにこのキョンピは乗ってたんですか。この船に乗ってましたね。懐かしいですね乗ってたね。まあ豪華客船がすごい好きで、まあ巡ってって、その中の一つがこれなんですけど、いやまさかね、航海中にね、あんなことになるなんてね。どんなことになったかは言ってしまうとちょっとバレてしまうので言えないんですけど乗れねーええってすごいこと言っていいじゃん一番最後に言うわ。ちょっとメモしとこう。忘れないようにメモしとこう。その話をするとね、ちょっとね、一個あるんですよ、ネタが。サメくんじゃねえかなってどこまで行っていいんだろうなサメか。海って言ったら全部サメがイメージできますね。わこいらっしゃい、いらっしゃい。今北さんいらっしゃいませ。深海ってロマンあるよね。海といったらね、うん、大浴槽だよねゼルダの常識ですよね。当たり前だよな。ね、お名前ありがとうございます。なんか助かる。まずは、あ、内容とさ、オチがさ広まりすぎててさ、でも一回それを全部取っ払ってなんだろうって思って見た方がいいと思う。お、映画好きいらっしゃい。始まり、もう言えない、何も言えないや。
都市伝説がある？靴だ。目のない人形怖い。今日の右上これしかないと思ってね。こんばんは。はい、こんばんは。海はロマンあるね。こうやってロマンあるよねって。山の発掘って山の所有者が幾分か取るんだよね。3割から半分ぐらい。海って、海での発掘って取り分どうなるんだろう。ってなるとね、深海での宝探しの方が儲かるんかね。お、金庫。ロマンってあるよね。トライフォース集めたりねって。海洋ロマンだよね。海の宝箱にね、世界を救える力を持った三角が眠ってんだもんな。ロマンだよね。海での生活は大変だって言うけどな。で、見つかったあの棺桶の中にディオって吸血鬼がいてね。え、いないいないいない。いないいないいない。母親が危険になるとかそんなことないですよ。でもこうやって多分あのやったんだと思うんですよ。はずれ。豪華客船の中の金庫。でもあれよね、客船ってあるよね、ランクがあるよね。お、
分け前はね、みんなが、リスナーさん2割、君が7割、今日ビジュアル。いいよ、それで。よし、じゃあ頑張って。じゃあ頑張って。何もしないで1割もらえんだったら、あれだよ、まずよ。いいよ、どうぞ。行ってきな。失敗しても骨は拾ってやるぜ。まこいらっしゃい。サニック。なんだこのテレビ、マース式だ。リスナーさんはさらにソニーより分ける必要があるんだよねって。例えばよ、例えば10億円のダイヤが見つかったとします。2割だと2億円だ。2億円を分ける、いやでもこれは大変な分け前ですよ。と言いながら1億をキョンピはもらうのであった。あれですよ、分け前が欲しければあれですよ、勝ち残ればいいんですよ。デスゲームでも始めようか。未来が分かる日記を用意してね。最後の一人になったら負け前2割もらえますよ。さあやれ、やり合うんだ。ほっ、ちゃっかりしやがってーっていやもう文言通りだとねそうなるから。いやいや、一人になったらあれですよ、このキョンピよりも多くもらえますか。101。めっちゃ調べたね。安心して、キョンピはリサさん守ってくれるよって。あのな、最後まで見たよ。まさかあんな展開とは思わなかったさ。フラグを撤回しようね。五右衛門風呂はびっくりした。畜生、ダイヤの画像がね。それは一枚の絵から始まった。ブループラネット、なんて大きなタイヤなんだ。
カラッと。お、一致してる。すげえ、ダイヤに保険金かけるんだ。フルハウス？マジ？事故。はい。氷山の衝突。あのね、ループしてるとね、辛いわ。あー辛いわ。あー、客観的に言うとこうなんだろうけどね。解析した人から見たらドヤ顔だけど、いやー、ぜひとも2周してほしい。ぜひともこれは。なんでこんなに軽々しく話せるんだろうって。体験したかどうかの違い。あくまでも第三者だからね。が解除した。何つけなつけな。そうね、解析官からしたらお宝探しだからね。
お、中の人情報？マジか。あー、すまん。じゃあちゃんと言えなかったな。間違いなく名作ですよ。って多分始まっちゃったから気持ちが高ぶってこう言ってるかもしれない。確かに何度見るにはカロリー消費がえぐいよこれ。でもね、見る価値はあると思うし、言うほどね、あのね、何周もしないんだよな。だから今じっくり見て、あーねって感じて見てるけど、やっぱね、そうだね、スケールすごいね。解析と体験では感覚、まああれでしょ、でも今も現代も通じるじゃないですか。現代で不幸にがあった時にそれを報道するしてみされたニュースを見てる側とさ、実際に体験者ではやはり感じ方違うしね、伝え方もほら配慮しないといけないし、まあ今でも言えることだよね。何より当事者がと相対するときは難しいわな。ああ、お金で解決した。新鮮な気持ちで見るよって。三等室ってことは一等二等三等室があるわけだね。いやー、これ見ると思い出すよ、ハンターハンターの暗黒大陸編はいつ再開するんだろうな早くヒソカーの顛末が見たいよ。ワンコオッケーなんだね。あれじゃ金の力で解決したんじゃん。白身のチェック、あー、いい声、いい声だ。もうすごい、なんか飽き性あるみたいな声してんの。ショーダウン。豚。スーペア。ってことは。フルハウス。乗船権をかけたギャンブルだ。夜中金かって、客船の価値が違うんじゃない。
ってこの時ってテレビゲームとかないじゃないでしょ。いいんかってザル。いやー、いい声してるのに実際の性格可愛らしいんだよなって。え、そうなんだ。中の人に着目したことないかも。そうなんだ。へー、大胆には濃いですけどね。ゆるいってね。もう彼らが喜んでるのを見るたびに我々はあーってなるわけですよ。まあ言わないけど、何がどうとかは本当に言わないけど、でも有名すぎてこれがどうなるかは知ってるでしょ。いや、知らなかったら別にあれですけどね。いや、でも序盤にもうあれはあったよね、どうなるかってね。いいんだよな、言っちゃってな。この船沈みます。沈むことが確定してる船に乗るのはな、難しい。ネタバレってほんと難しいな。なんだって、お目見てなかったのかよって沈むんだこの船。なんと沈むんだ。知らなかったかい、沈んじゃうんだ。でも主人公の友人が喋ってるの英語じゃないっすよねって。あれ、どうだったかな。ほら、語り手がさ、すごい豪華な帽子かぶったし、ここってフランスじゃないのかな。まあ、現地の言葉で喋ってて、だアメリカからの移民で、ここに来て、で、帰れるっつ話なのかな。え、そこまで着目したことない。沈んじゃうのーって沈みまーす。容赦なくネタバレしてやるぜ。沈みまーす。この作品の一番の目玉は船が沈むだからね。ただよ、ただよ、そこに至るのがすごいんだ。なんか心に闇がないキャラを演じる石田さんがすごい新鮮なのはこのキョンピーだけでしょうか。なんか一癖二癖あるというか、隠し事をしているキャラを演じることばっかじゃん。カオルくんとかアキセアルとか、ガン細胞とか、でもどんな役の声聞いても石田だなって思う。ここスペインだよって。あ、スペインな。ガチでありがとう。この船はイギリスかアメリカに向かうんだよって。お、もう食い違ってるぞ。あ、じゃあ、でも場所はそこだ、イギリスだけど言語はスペイン語なの。わかんないわかんないわかんない。なんでここでスペイン語喋ってんの。東洋人だ。賭けに負けました。読めない。なんてきらめくですか。演技いいねって。いいね。好きなんだね。
偉人はね、亡くなった後に評価されること多いからね。うふぅ。ピカソが描いた本物の絵って、あれ今っていくらすんの？調べるわ。奥はくだらないですよね。だって美術館レベルでしょ。215億円。ドガも当たって、ひゃーすげえな。おお、ネガばっかだなって。ファー。2015年に、オークションに出されたピカソの作品は215億円。もしこの作品時代交渉がちゃんとしていればいるならば、まあ死後ってことになるんじゃないかな。上級貴族の社交的な皆様が、その画家は知らねえって言ってんだから、当時はってことだよね。ルイ・ヴィトンのスーツケース使ってるって、マジで？よくわかったな。ちょっと待って待って、ちょっと待って、コメントでいくつか気がつくんだけど、やっぱ細かいとこ気使ってるね。気使ってるとか、ちゃんとなんて言うんだろう、小ネタが挟んでありますね。ちょっと待って、ルイ・ヴィトンっていつからあんの？この時あるんだ。いやーすごいな。やっぱみんな面白いな。ヴィトンの他の、まあ当時から続くブランドとかも出てくるかもね。ヴィトンのスーツケースは船旅にいいんだよって。へえ。なんで？どうして？根拠は？そういうジンクス？イルカだってシャチだよ。あれはシャチだ。ヴィトンは水浮くし、水入らないから沈んだ時でも捕まっていけるんですよ。捕まって受けるって受けるな。捕まっていけるんだね。ああ受ける受けるってことね。浮くってことか。失礼しました。これ永久保存版だよって。吹き替え特別版だもんね。ヴィトンのスーツケースは完全にオーダーメイドらしいよって。当時ってこと？今もってこと？使えば使うほど味が出るらしいよって。味とは、こう使い古し感がむしろよく見えるっつうこと？年季入ってるってやつだな。現代の豪華客船といえばプールとかあるイメージだわ。なぜ解除したんだ。ミスだな、やっちまったな。
なんかあまり良好な関係じゃない。まあまあ30年くらい前のヴィトンのバッグまず買ってるよって。ヴィトンのな何かをってこと。ほえー、金スマ役完璧にしたくてってしゃあないな、しゃあない。じゃあ今日は予定が結構詰まってんだな。あれフロイト、ケロイド、フロロジークムント・フロイトのことかな。違うと思う。精神分析学。ジョディ先生の中の人検索しよう。誰だっけ。あーね、なるほどね。教えない。なるほど、はあ、なるほど。この間授業でやったかもなーって。なんだっけ、名前聞いたことあるなーぐらい。予約ってしたことないんだけど、2つできないの ?1 個だけなのか。あ、でもあれか、チャンネルがってことか。バラエティはなかなか DVD にならないものもあるだろうし。2ついける、いけいけたけどってことがもったいないな。たまに失敗しちゃうんだよね。あ、そうなんだ。なるほど、まあ完璧にしたいって話はそういうことだね。そうかそうかそうか。煙突の数が豪華さを示す時代でもあるんですよって。面白いこと言うね。へえ、そうなんだ。煙突、両方いけなかったとか、あと嫌じゃんって。まあね、確実にね。そうだね。ただ今日のこれってそんなに話題になってる感じってあんましなかった印象はある。今週、今日に至るまで。だけど実際始まってみたら、うおーって感じはちょっとしますね。見なきゃなあ感はしょうがないよ。フェイクで煙突つけてるところもあったらしいんだよって。へえ、もう豪華さを誇示するために。宣伝しまくったよって周りに。大正解じゃん。でも大人なストーリーだよねって印象。だって冒頭なんか女性のヌードの写真、絵じゃないですか。二度見。ああ良好じゃない。顔が死んでる。
だ素敵。氷山にぶつかったらしいから、まあ文明とはほど遠いところよね、場所って位置的に。電気の光は星を見えなくするって言いますからね。この船電気使ってたな。あ、だ都市部の？うちのトルソーに着せたいわ。やめるんだ。こっちに、 あれですね、これに行ってんだよね、キョンピじゃなくてね。ここで身を投げたら絶対戻ってこれない。シェルター撃ってますよって。何ドレスって言うんだろう。止めて欲しかったけ。石田ってやめなよ。やめるんだ。石田にしか聞こえないから。やめるんだ。しまったな、マジで録画しとけばよかったな。マジで今後悔してる。主役やることってなくない？そういえば。大体後半キャラだよね。しまったな。小声死ぬなんて絶対嫌だよねって。死ぬことは全部嫌だ。赤い服はいいぞ。
感じ。日本語でなんていうか知ってる？アンジャッシュしちゃったって言うんだよって。そうね。もうすれ違いって言葉は使われないんでしょうかね、現代日本では。勘違いとか。ここはカリブ海だよって。そうなんだ。はあ、状況証拠は完璧なんだって。まだよ、意義あり。状況証拠だけじゃなくて、なんだっけ、なんだっけな、なんだっけ、決定的な証拠を出すべきね。なるほど、龍一。食べているわけじゃない、こじまってるんです。うなぎ登りの小島人気。物的証、物的だっけ、決定的な証拠じゃなかったっけ。物言い的には法廷で物を言うのは証拠と無知よ。証拠だけにしてくれ。円盤にはねえんだよなって。出た、カルマ警報。出た出た。なんて言えばいいんだろう。回ってるからスクリュー。現代の貨幣価値にして200倍、4万円
巻き？あ、じゃないや、普通のか。2000円じゃんって。20ドル1ドル200円。すいませんでしたすいませんそうですね、2000円ぐらいですか。さすがっす、名推理っす。はぁ、宝石を送る価値がある女性ってことよ。当てた、当てました。ただ、わかんない。あ、じゃあ検索してみよう。当時。この時のドルは当時1ドル360円。すげえ、ありがとう。20ドル6000円7000円ぐらい。まあ大逆転裁判買えるかなぐらいか。まあでも安いですね。愛は金じゃ買えないぜ、キラって。事業じゃ成功したかもしれませんが、お金じゃ買えないものもあるよね。すげえ皮肉。Do you love him?答えられない。お金持ちと結婚して不幸なわけないやろっていう周りからの目線がねえって。はあ、ははははは。いつまで、いつまで握手。
お、お眼鏡にかなった。パリか。金持ちにも金持ちに苦労があるんすねって。エッチエッチ。当時のビアで。絵で一番重要なのは手ですよ。脇を剃るという習慣がない時代のとこだな。どうですか証人、これは至って簡単な質問ですよ。答えてください証人。弁護人の質問に答えるように。一枚の絵で、なんだろう、こうドラマがあるっていいよね。わあ、怖っ。裸を描くとしても横島な気持ちはないんだろうなって。描きてえから描くんだ。そこにあるのは芸術性だよと知ったような口を聞いてみる。大学は夫を探す場所？あれ、現代でも言われませんか？学生時代に出会った異性は一生もんだみたいな、なんかそういう意味合いの言い方。結婚相手は大学で探すとか、なんだっけな、見つかるとかって話ありますけどね。女子大だったから教授しかなかったなーって。そういうことよ。つまりは？そういうことよ。
口。苦笑い。最悪のタイミングだな。目は口ほどにものを言う。なんだっけ、なんだっけ、ドレスコード。いい人じゃん。嫌われてるのにね。ドアマン。オールバックは美しいな。ツバ発揮するときのツバって臭いよねって、何の話ですか。したことないよ。何の話だよ。カスタードいいねって、それもしかして、カスタードいいのか、カスタード。あのパンに入ってるやつ。あ、目も触れない。あ、全然。スペインの首都もう分かんない。地理的なあれはない。パンに挟むやつ。スペインの人はマドリード。やるじゃん。うわー、闇だ。すごい闇。本物の紳士に見えるわ。闇だわ。不倫の中、人間関係のその、下品な下着ってどんな下着ですか。
おへその下あたりにチャッカーついてるやつとか。あー下品、それはすごい下品。今の発言は撤回します。許してくれ、アマゾンで見たぐらいなんだ。許してくれ。めちゃくちゃすごい話してるなって。まあ周りはそう見てるってことよね。はあ、うわ嫌味だ。うわどれから使うって分かんないね。外側からだよ。うわ、意地悪。バッチバチ。最高のトークだね。言い返ししてる。男同士の語り？マウント取ってく上流ですからね。あ
からんね。あーいいね。ふう。人柄乗り切ったねって、こういうところこそ自分ってものをむき出されるよね。経験と人付き合い、まあ人柄だな、乗り切ったね。いやーもう黙って、うっす、あ、そうっす、はい、あ、そうっす、はい、しか言えなくなると思うんだ、キョンピは。はぁ、あ、先生、あ、お母さんが起きましたって。あ、お母さん、おはようございます。今すごいのやってますよ。めっちゃかっこいいイケメンが出てますよ。このキョンピの次ぐらいにイケメンなのが出てますよ。お母さん、おはよう。主人公、キザかな？そんなキザ？あ、そう？うん。キザか。また寝ましたって。おやすみー。娘さんにはいつもお世話になっておりますって。どうも、いつもお世話してます。ていうか、お母さんこれ見ないの？お母さん世代これ大好きだと思ってた。冬ソナレベルで好きかと思ってた。いつもお騒がしくてすいませんね、おほほって。お、上流階級の集い。お住まいはいかがですか？何もないのに自信がある男 VS 何でも手に入れてるのに自信持てなくてマウント男。自信ないのかな。手に入れられないのは夢の心みたいな感じでありますけどね。あ、こいらっしゃい。丸っぽい子顔なのにスタイリッシュって、顔ちっちゃくて童顔なんだろうな。推しの動画見てるよって。あ、そうなのか。レオ様はダメか。お仕事忙しいから寝かしてあげ、あ、そうか、了解了解。そっかそっか。おやすみ。お風呂、帰り。自信がないから俺は勝ってるやろってマウントだと思う？なるほど。なるほどね。自分が上ってしまったって不安なんだろうねって。見えの世界か。お金でしか心開けない人はね、自信がないんだよって。面白いこと言うね。へえ。なるほどね。楽しそう。なんて言うんだろう、こういうの。あ、嫉妬してる。
キモイチ可愛いね。おお、タップダンス？カーポイントがちょっと違うね。ここか。カーポイントここ？マジか。現場ではカメラ持って回ってんだろうなって。あ！おん。バレー黒い羊だ。靴なしではエグいんだよって。へえ、そうなんだ。見てる。最悪だ。野原一家を敬えってどこを見習ったらいいんですか磯
サエは通販にハマってるし、ヒロシは足臭いし、この人はこの人なりに愛があるんですよって。まあ愛がなければすげえ大事なダイヤは渡したりしないだろうからね。でも、ああ訳ありだ家計が。エゴだ。上流のプライド。20世紀泣き落とし。まあいわゆる世間体ってやつがあるって話でいいんだよねこれ。莫大な借金できるまでそれはもう贅沢な暮らしをしてきた身としてはやめらんねんじゃん。中毒よ。贅沢は中毒よ。普通に出入りできんだね。金で解決した。こういう時ばっかすれ違うんだもんな。アンジャッシュするんだもんな。ざわ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 、さあさあ来たぞ。だぞは？金持ちの意見だ。まあ沈まねえもんな。
グだよ。事故はいつも満身から起こるんだぜ。いい教訓になる。なら沈まへんな、せやろ。ほな沈まへんな。数年前の沈没事故も救命ボート使えなかったんすよって。お、日本の話？名曲。あ、日本じゃないの？初見だけどめっちゃいいねって。オチが分かっていながらドキドキするのってすごいよね。分かっちゃいるんだけどですよ。時が止まればいいのにと。願ってしまうわ。備えあれば憂いなしっていうのにって。適当な知識だと怒られちゃうな。そうだね、今確認したんだけど、備えあれば憂いなしっていうじゃないですか。これ初公開なんだって。初めて海に出た回なんだって。なんだろうな。出来上がったんで初めて公開しますよーってのはこれ。初めての公開で沈んだらしいのね。満身だわ。あ、こくってる。昔感ないよねって。あー、確かに。マクゴナガル先生っぽいけど違うんだよって。あ、そうなんだ。確かに似てる。